間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今回の動画でご紹介いたしますのは、中国製の完全指向性ビオラです。これまでにも何回かご紹介はしているのですが、なかなか生産台数も少なく、入ってきては出てしまうというようなことを繰り返しておりました。今回も新しく、2台ほど入ってきておりますので、そちらの楽器のご紹介をしたいと思います。39.5センチですが、非常に軽く弾いてるんですが、非常に豊かな音、特に低い音も、決してその小さいビオラというハンディキャップを、感じさせないのではないかと思います。この J 線の響きですね。この胴体がやはりしっかりこう響いているというこの余韻ですね。ちょっとこの動画でこの残ってる感じが分かっていただけるかどうかわからないんですが、もういかにも胴体の中に共鳴しているというのが、このはっきり弾いてると分かるのですが。その胴体がこうちゃんと響いて、っていう感じがこの、ビオラの場合は、バイオリンに比べて特に、それがないと、そのビオラの量感というか低音の量感が足りなく聞こえてしまうのではないかと思います。39.5というサイズにもかかわらず、先ほどご説明したこの、ロアバーツの幅が、あるという、普通のモデルよりも幅を広く取っているということも、多分に関係しているのではないかと思うんですが、非常に、このサイズ、そして、これが、21万円、税別なのですが、21万という値段を考えますと、とても、信じられないという感じです。このビオラのサイズは40センチなので、ちょうどその39.5ではちょっと小さいかな、でも40.5はちょっと大きいのではないかと思う方にはちょうどいいサイズなのではないかと思います。で、またこの工房のビオラは大体ネックが細めに作られておりますので、非常に女性の方でも小さい方でも弾きやすいと思います。そういう意味でも、この40センチというサイズ、非常に使いやすいサイズじゃないかと思います。
力強くもあり、しかしまあその、ちょっとバイオリンのようなキンキンしたような感じではなく、ビオラらしい、しっかりした低音の支えも出てるのではないかと思います。レスポンスがはっきりしている、非常にこう発音がいい楽器ではないかと思います。ビオラというとどうしてもこうモコモコ、鈍重な響きになってしまうこともあるのですが、それはやはりまあこの楽器の、音域とか特性もあるんですが、このようにまあ楽器がきちっと作られれば、発音もちゃんとまあ、よくパンとこう出てくれるという、まあもちろん長く伸ばした時の響きは、まあ朗々とこう楽にこうなってくれます。そしてまあ高い方の音も、こう朗々とこう滑らかに、響かせてくれると思います。まあどうしてもこう先ほど言ったように発音がボソボソとなったり、音の伸びというのが、出にくい、まあそういう楽器がまあビオラは多いのですが、このまあ楽器は非常にまあ、逆に言うとちゃんと作りさえすればビオラだってちゃんとなるのだという証明になってくれているのではないかと思います。ですからまず同価格帯、まあ、この楽器は30万円なんですが、同価格帯のドイツやフランス、まあ、日本製もそうですが、そういった量産楽器と比べた場合、全くまあお話にならないといいますか、こちらの方がまあ、ダントツにまあ、性能も音もいいということが言えますでしょうし、場合によってはまあイタリア新作と比べても、これ以上、これと同等、これ以上の、音を持っている楽器というのは、数少ないのではないかと思います。まあそれぐらい、まあやはりまあビオラというのは生産台数も少ないのですが、なかなかその中でいい楽器というのは、本当にまあ性能も音もいい、そしてやはりまあビオラらしさもあるというような、そういう楽器というのは非常に少ないのですが、中でもこの楽器、この中国の工房で作られている楽器は、それを高次元で、満たしてくれているのではないかと思います。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。